ハーランドのいいとこそこなんですよね。組織人なんですよね、ハーランドって。だってドルトムント出てくときさ、チームメイトに、あれだっけ、ロレックスだっけ、なんか、100万ぐらいの時計みんなにプレゼントしたんでしょ。で、スタッフにもなんかそういうプレゼントしてみたいな。チーム出てくので数千万使ってるんですよね。ハーランド、街道って感じなのにめちゃくちゃ気が使えるんですよ。うん。人間教育しっかりされてきたって感じですよね、ハーランドは。ビブス投げないシーンとかね。なんかすげえ、デブライネのいい弟分みたいになってるもんね。あれで一番給料もらってますからね。だからそういう、なんか憎まれない術みたいなの持ってるんでしょうね。まあ、あんだけでかくて点決めまくってスピードも速い人がさ、謙虚だったらさ、サッカーも上手くて。それはみんな好きになるよね。ああ、審判のスプレー拾ったりもあったね。のっていうか、ちゃんとした監督はやっぱハーランドみたいなメンタリティの選手を。デブライネですらちょくちょく冷たいところを見せますが、ハーランドは今のところそういう印象本当にないですね。だって俺デブライネじゃねえわ、ハーランドがドルートムントって言った時覚えてんだけど、最初さ、すごい若手出てきたなと思ってすぐがっつり解説作って、その後見てたんですけど、サンチョがパス出さないよ。いや今ハーランド出して、だからもっと点取れてたのと思うの、最初のシーズン。でもその後ハーランドがすごくなって、まあ怪我がちだったからいつも出てたわけじゃないけど、ハーランド出た試合でサンチョがすげえシンプルにパス出すようになって、それ上手くて認めたってだけじゃなくて、やっぱそこの関係性の作り方が上手いと思うんですよね、ハーランドって。こう懐入るの上手いんじゃないですか。だからだって出ていくときにそんなね、いくら大金持ちだからって言ってね、みんなに時計買って渡すってね。編集中ハーランドがカンセルとじゃれ合ってるとこ見てるとやんちゃな感じ出てました。ハーランド体でかいからじゃれ合ってるだけでもいじめに見えるだけかもしれない。あれかな、ペップがすごい不安そうな顔で見てたやつかな。